イコカ始まります。今日のブラッドイコカはね、ちょっとね、カードの説明などなど、ちょっと今まで言ったところのダイジェスト版などなど紹介していきたいなと思うので、ちょっと形が違うんですが、ブラッドイコカ、いつもは東紀州、この三重県紀北町を中心とした熊野古道カードを使えるお店にね、ブラッと行っているんですね。はい、そのね、あの熊野古道カードって一体何っていうことが、大体番組見てもらっている方には大体分かってきてもらえたかなと思っているんやけど、こういうカードなんです。はい、熊野古道カードというのはこういうカード、要はね、はい、どんなカード、どうやってポイントがつくのとかいうことをね、また再び紹介させていただきたいなと思います。熊野古道カードはね、三重県紀北町を中心に70店舗の加盟店があります。ね、遠いところではね、紀北町まであるんですね。はい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 、はい、あの道の駅に関しては、紀伊長島マンボウから三山から、もう一つ七里見浜ピネってみんな言うんですけどね、そう、そのとこと、あの紀北町の海亀公園の道の駅まで行けるんですけど、大体紀北町を中心にした70店舗が加盟店になっています。そこの加盟店には大体この看板を置いてもらっています。 見てもらえるかな、この木の熊野古道カードっていう看板をね、置いてもらっています。はい、こういう看板ですね。はい、そうなんです。熊野古道カードをね、出すとね、いつも番組でやっています、この本当のカードこのカードを店提示するとね、通常100円につき1ポイントが加算されるんですね。はい、たまったポイントはね、1ポイント1円につきお買い物で使えるっていうことなんですけど、これ私の本当のカード持ってきました。なんか個人情報とかじゃないで大丈夫やね。はい、そうなんです、これ私の本物のカードです。結構たまっています。で、あのカードを作ることから説明させてほしいなと思います。今日はそんな説明はね、あんまりしたことなかったのでね、熊野古道カードの加盟店、この看板の木の看板があるお店には必ず熊野古道カードが作れることになっています。でね、熊野古道カードを作りたいんですけどって、あの作ってもらえますかってお願いしていただければ、あの作ることができます。登録用紙って置いてあってね、こういうね、あのちょっと見にくいんですけど、熊野古道カード登録用紙っていうのが各店舗に置いてあります。70店舗に置いてあります。そこに、あそこで、あの熊野古道カード作りたいわって言っていただけたら、これを記入してもらうんですね。で、この時に登録費用として100円はいるんです。100円はいるんですけど、どんどんポイントがたまるのでね、あのいいんです。100円を支払いいただいて、このカードを作ってもらえます。その場で発行していただけるのでね、すごく簡単に作ってもらうことができます。そしてその場で作ってもらって、その場で買い物したものからポイントがつくんですね。はい、そうなんです。で、今回はね、たまったポイントをどのように使ったらいいかっていうのもね、あの説明していきたいかなと思います。基本的には100円で1ポイントたまるんです。で、1ポイントは1円で、あのお買い物ができることになっています。でね、これも加盟店、70店舗の加盟店で使えることになっています。もちろんこの看板の置いてあるお店に行って、熊野古道カードを作っていただいて、お買い物で100円につき1ポイントが加算されて、その後たまったポイントでその加盟店さんで買い物ができるということなんですね。はい、熊野古道カードでお支払いします。今日は たくさんポイントがたまっているので、熊野古道カードで支払いしたいんですけどって言ってもらったら、1ポイント100円っていうことで、あ、1円っていうことでね、1円、1ポイント100円だったらびっくりやね、1ポイント1円でお支払いができるので、別に、細かく特定指定した料金を払うことができるんですね。はい、だから今日は、1000円分だけ払いたいんですとか、600ポイントだけ払いたいんですっていうこともできるよね。はい、そんなことでね、たまったポイントをちょっとずつ小出しにして、今日は600円払いたいわっていうことができるんだそうです。でね、カードのお買い物、カード毎月2のつく日
2と12と22にお買い物していただくと、ポイントが2倍あ2のつく日やで2倍かなとか、つきます。私もね一番最初に作ったのが12日だったのでね、なんとポイントが2倍になりました。早速でね、作るのも簡単。もうすぐに書いて、申し込み用紙登録書を書いて100円払ってカードを作ってもらって、その日もうすぐに使ったんですけど、なんとポイントが2倍だったんですね。で、2のつく日はいつもポイントが2倍つくんですけど、店舗の独自でキャンペーンやっていて、今回は5ポイントですよ、5倍ポイントつきますよとか、そういうお店もね各店やっているところがありますので、お買い物に行った際はね確認していただけたらいいかなと思います。でね、この熊の鼓動カード、それだけじゃないんです、得するんですよ。このユーストリームでちょこちょこ流れている画像があると思うんですけど、この100万ポイントが当たるっていうのがすごく大きく書いてあるんですけど、こういうキャンペーンもやっています。これは何かというと、1ヶ月に2回以上、期間中3ヶ月の中で1ヶ月に2回以上、計6回やね、1ヶ月に2回使うのが3ヶ月続くと、ポイントを貯めていただくと、抽選に参加ができます。ここにね詳しく書いてあるんだけど、7、8、9、1ヶ月に2回ずつポイントを貯めていただくと、ポイントカードを使ってもらうと、貯めていただくと1回ずつね抽選があって、年に4回あるんですね。はい、説明分かってもらえたかな。1ヶ月に2回使ってもらう、最低2回使ってもらうと、3ヶ月間続けて使っていただくとポイント、この抽選に参加ができます。でこの抽選ってすごいんです。はい、1回の抽選で140名様に当たるんです。で総額25万ポイントが当たります。総額すごいですね。私も実はね、一番最初に作ったあれあれあれあったありました。一番最初に使ったのがね6月12日だったんです。はい、6月12日に使ってね、結構たくさん使いました。なんと抽選に参加ができました。でね、1000ポイント当たったんです。1000ポイントってすごくないですか。1000円です。嬉しい。早速当たったんですよ。なのでね、7、8、9使ってもらったら抽選が1回あって、10、11、12で1回抽選があって、1、2、3って抽選があって、4、5、6って抽選があるんです。3ヶ月、1ヶ月に2回以上3ヶ月使ってもらうと抽選参加ができます。140名様の中でね、25万ポイントが総額で当たるんです。一番当たる人はこれ1万ポイント5名様当たるんですね。1万ポイントって何ですか。1万円ですね。はあ、1万円がやってくる。でね、2等5000ポイント10名様、3等が2000ポイント25名様、4等が1000ポイント100名様なんですけど、1000円でも本当に十分私は嬉しかったんです。そんな感じでね、次回の抽選は9月末。あれ？今月末じゃないかしら。そうですね。今月末に締め切りで、10月15日が当選発表日となっているんですね。はい。で、次は10、11、12使っていただいたら、次は1月15日。だいたい15日に当選発表って感じになっとるんかな。はい、書いてありますね。当選発表日は次の月の15日っていうことになっているのでね、今後もキャンペーンは続きます。ずっと続きます。楽しみですね。まずね、熊の鼓動カードを作っていただきたいと思います。簡単に作れるのでね、熊の鼓動カード、加盟店にはこのキーの看板が置いてあります。そこ行っていただいて、これを作ってくださいって言ってもらうと作っていただけます。そしてポイントはずっと貯まります。使うたびに貯まって、貯まったポイントを使うこともできます。そしてこういう抽選にも参加できる。買い物もしていないのにいや、実際は買い物しているんですけどね、していて参加できるポイントなんでね、こういうのもあるのでね、ぜひね、熊の鼓動カード、地元の人はもちろんですけど、地元じゃない人でも釣りに来るんさとか、
たまに泊まりに来るんさ、海に来るんさっていう人でもずっと使っていただけるのでね、作ってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、今日はブラッと行こうかっていうことで、いつもねこの熊野古道カードの加盟店をブラッと行っています。でもね、今日はねちょっとダイジェスト版として、今まで行った中のブラッと行った中、もちろん熊野古道カードの加盟店さんで、第1回目から、第4回目にかけての9店舗かな、はい、に渡ってちょっとダイジェスト版としてね流していけると思うので、今日はダイジェスト版ということで流していきたいと思います。第1回目から第9件目、第1回目から順番で4回目までの9件流していきたいなと思うんですけど、まず VTR 見てもらおうかな。熊野古道カードどうぞ。はい、今日から始まりますブラッと行こうか。メインキャスターの木下ゆきです。今日からね、街歩きちょっと楽しみたいと思っているんですけど、一人でブラブラしとってもちょっとつまらんので、今日は可愛い相棒を連れてきました。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、街歩きリポーターの山川真彩です。よろしくお願いいたします。でね、これから2人でちょっと街も、はい、この街もブラブラっと歩いて、はい、あのね、熊野古道カードっていうカードがあるんですね。はい、そのカードのお店、人、素敵な街紹介していきたいなと思うんです。薬局と化粧品と雑貨と、あと携帯電話って書いてあった。それもちょっと聞いてみたいですよね。だそうですね。はい、そういうのを売っているところですよね、多分。多分。はい。ね、ちょっと社長さんにお話聞いてみたいですよね。はい。はい。じゃあちょっと社長さん見つけて。見つけて。話を聞いていきましょう。行きましょう。行きました。はい。いらっしゃいました。はい、ということで社長さんに今から登場していただきたいと思います。ね、見つけました。よろしくお願いします。ご苦労様です。はい、先ほどお店の中見させていただいたんですけれども、薬屋さんでいいですか？そうですね、何でも屋というか、はい、もや、何でもありますよね。薬、うん、雑貨、化粧品でエプロンはさっき遊びましたし、携帯、あ、携帯電話なんですね。どこの携帯やってるもんですか。はい、前にね大きく看板出てたもん で何屋さんかなって言いながら入ってきたんですよ。田舎は何でも言えないとダメかな。そうなんですね。はい、塩梅も売ってます。素晴らしい、いいと思います。何かあったらとりあえず来てくれくらいの。そうですね。わあ、すごい、かわいい、いいですね。わあ、かわいい。あ、雑貨屋さんと思ってたらお洋服も並んでますね。わ、すごい、デニムの種類が多い。わ、すごいカラフルですね。ねえ、あんまりよそにないようなデニムがちょっと並んでたりしますよね。おしゃれな感じ。これ履くだけでなんかおしゃれ上級者みたいな色がたくさん揃ってますね。ねえ、本当ですね。これちょっと試してみないとダメですね。そうですね。実質入らなかったらどうしようってなるんですよね。壁際にはね、ラクーズが。浴びして、わかります？知らないです。ここに書いてある。東京青山に本店。すごいね、こだわりですよね。この辺では多分絶対ないと思うんです。すごいレースみたいな。ね、繊細な感じですね。はい。はい、いいかなと思います。洗練されたデザイン。はい。いろんなバッグも豊富に揃えてますよね。やっぱり洋服も並んでいたり、雑貨だけじゃないんですね。そうですね。この辺は。で、このコスメティックショップ村川。はい。今日はここにお邪魔したいと思います。はい、行きましょう。こんにちは。お邪魔します。普段なんですか？そうですね。若いから薄い、結構今の方ね、薄い色をった。明るすぎるとギャルちゃんみたいなイメージになってしまうので、ちょっと大人っぽい色をおすすめしていただきたいんですけれども、こんなんです普段。どうでしょう、ベージュ系とか、ね、オレンジ、夏、これから暑い洋服やったらオレンジ、こういうなんかおすすめなんですけどね。いいんじゃないですかね。いいですか、一回座ってみて。はい、塗ってみてくださいね。そのまま
いつもどうやってつけてみえるのかな、紅筆で使うの。いや、直接直接か。あ、そうですか。これちょっとティッシュで拭いてもらって、はい、使ってみてください。試してみます。はい、試してみてください。なんかめっちゃ出る。失礼します。普段ね、女性が化粧しとるとこは多分男性にお見せないものなので、ね、人に見られるって恥ずかしいですね。あ、いいじゃないですか。ぴったり。すごい素敵。素敵ですね。バッチリですね。ほんま。あの色のね、チョイスが素晴らしいと思います。大家さん。ちょっとお洋服見せてもらおうかなと思うんですけど、もうだいぶいろいろ過ぎてきたんですけど、なんか。おすすめとかこれいいですよっていうのどうですか、うん、ありますか。かっこいいですよね。あ、そうですね。はい、いいですね。バイアスにカットされてるんで、はい、着られるとすごくシルエットが綺麗なんですよ。綺麗な感じなんですね、はい、ちょっと奥まで見せてもらっていいですかね、はい、ゆっくりご覧ください。はい、わー、すっきりと。あ、バッグとかもあるんですね。そうなんです、はい、数は少ないですけど、はい、まあ、何点か置いてます。何点か、はい、そうなんですね。ちょっと見せてもらえますか、はい、あ、これからいいですね、こういうブラウス。わー、あの、そのままでもいいし、あの、ジャケットみたいな感じで、はい、染めていただくと1枚でチュニックのように着れますし、ね、羽織っていただいても、ね、はい、印象が変わりますね。ね、ブレジャーさん、ブレジャーさん、ブレジャーさんってどういう意味やろね。聞いてみたいと思います。ちょっとね、小腹も空いたので、ちょっとお買い物しながら食べたいなと思います。はい、では行きましょう。心躍りますね、お腹空いてるし。じゃあ開けますよ、はい、お邪魔しまーす。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すごい、いいですね。匂いもいいですし、いい匂いがたくさんするし、いいパンもいっぱい並んでますね。ちょっと見せてもらえますかね。そうですね。はい、すごい香りが入った瞬間すごい広がるので幸せな気分になります ね。本当です。うわー、いろんなパン並んでますけど、ちょっとね、いろんなとこにあのパンとこうね、違うような形がたくさん並んどんだけど、こうクリームパンとかそんなも並んどるけど、こっちのハードのパンも見てください、ハード系ですね。ね、たくさんありますよね。いいですね。なんかなんかちょっと寄っちゃいました。ああ、いえいえ、寄っていただいてありがとうございます。めったにないから。本当ですか。いやいや、本当そうなの。ちょっと興奮してきたから。面白い。面白い番組やね。お昼に流す番組やね。変な親言ってなると困るよ。大丈夫です。私これ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも、はい、ありがとうございます。またポイントたまりました。はい、そうですね、またね、英語図変われるときに使ってください。そうですね、はい、ここで使わせてもらいます。結構多いんだよ。あ、熊野行動カード、うん、本当ですか。はい、商工会いつもいただきに行ってますね。あ、本当ですか。はい、すごいですね。はい、実はね、宣伝するわけじゃないんですけど、はい、今日ね、はい、熊野古道カードの新規のお客さんのカードを作ったっていうのが1300超えました。私とこう単独で。1300ってすごくないですか。ね、あ、ここになんと懐かしいスーパーボールがあるじゃないですか。あ、今違うですね。ハイカラボールって書いてあるんで。あ、これ大当たりって書いてある、くじ引きやったんでしたっけ。ねえ、やりたなりますよね、こんな。ああ、やりたなりますね。あ、懐かしい。ちょっと見てください、これ。これって見せとるけど、こういうやつですね。中に数字が書いてあって、その番号のやつを。合わせるやつですね。見えますか？もらえるってやつ。え、いいんですか、いいんですか。ほんまに。本当ですか。ほんまに。いや、ちょっともっぺん引き直してみよう。ふっとこ、ふっとこ。よ、ふっとこ、よ、ふっとこ。ちょっと、蓋まで閉めて。本気じゃないですか。ちょ、ここにハイカラボールって書いてあるんです。はい。私一番上の子、うわー、ちょっと、まあ、私もこれ見た時にこれやと思ったで、ニヤニヤする。本当ですか、開けていいですか。めっちゃやりましたよね。嬉しい。ちょっとペリペリってさせていただいて、はい、これ数字がちっちゃい方が大きいんですよね、きっと。えい、まあ、中途半端って言ってしまうと。もっと中途半端。105。はい、マーヤは42番でした。はい、これ105ってどれか確認していいですか。下下下、こっちですよ、こっちですよ。ちょっとね、あ、でもなんか
これ105これ。あ、なんか綺麗。あ、キラキラのやつですね。この辺来る機会がないので、そうですよね。緊張しているんですけれども。はい。わ、すごい素敵な入り口じゃないですか。うん、こちらの盾ですか、はい。日本の小宿って書いてあるんですけど、これ一体何ですかね。こちらはですね、あの旅行業界の方が選んでいただく賞でして、全国で、はい、あの10件選ばれた賞があるんですけれども、はい、そちらの一つに、あ、10件、はい、10件、10件ってすごくないですか、日本の中で10件そうですね、小さい宿の10件、それすごいですね、その刺身もすごいですね、どうですか、素敵ですね、素敵ですね、はい、もうなんかもうここでじっくりしていきたい、白くなっていました、どうぞ、いただきます、生の感想をはい、ですかね、いいですか、食べますよ、いただきます、どうですか、口に入れた瞬間すっごい濃厚って言ったんですか、あ、濃厚、そうですよね、香りもふわってなりますし、カースっていうとどうしても生臭くて辛いってイメージなんですけど、こっちの方がどっちかというとチーズ感なくなってます、そうなんですね、なんかカラスミは時期があるんですよね。そうなんです。だから工場に花で行くと、はい、9月の後半に金木犀の香りがしてきたら、はいはい、そろそろボラ取りを始めます。始めましょうかねっていう時期なので、いいですね。金木犀の香りとともに、そうなんです。そろそろ行かなきゃって思うんですね。だから私にとっても金木犀が教えてくれる。はい。こんにちは。よろしくお願いします。真珠も置いてられるんですね。そうですね。ですね、あのもう20年以上扱ってるんですけど、そうなんですね。もう最近はあの問屋とかメーカーさんじゃなくて、はいはい、養殖場さんから直接商品を入れてます、はい、なんでこれご主人ですよね、そうそうです、養殖場、はい、ちゃんと選んでられるっていうことですか、そうそう、選んであのイカダのとこも行って養殖場に、はい、すごいですね、そうなんです、まあ、ここはねちょっとあの特別こう知り合いから紹介してもらって、はい、普通ではなかなか取引できない、そうですよね、はい、直接行ってこう選んで、はい、なんであのよくねあの、はい、あのすごくいいものがね、はい、安くなってます、はい、ではお願いします、わー素敵ですね、わーいっぱいある、素敵ですね、はい、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、はい、失礼します、すごいいろんな種類のものがもう、はい、では広がってますね、もう本当に一番最初にやっぱり素敵な着物が、振り袖が、はい、正式な振り袖です、はい、はい、すごいですね、ちょっとお邪魔します、うわー素敵ですね、やっぱり見ると女子は、女性はそう、ね、ちょっと心がウキウキワクワクしますね、着てるだけでも幸せなんですけど、はい、すごいですね、なんじゃないかなと思ってませんかね大丈夫ですかね、ダイジェストの版見ていただきました、ね、第1回目から、はい、三光堂さん楽しかったですね、はい、あそこも、うん、いいあの 大将さんって社長さんです、はい、あの漢方がめっちゃ良かったですね、はい、そんな感じで三光堂さんリラさんね、まあ、あの紀北町にはびっくりするような可愛い雑貨が、あ、そんなこと言ったらあかんな、あかんな、でもすごい可愛らしいお店でした、あとね村川化粧品店さん、あの山川ちゃんの口紅のチョイスが抜群やったよね、オレンジ、オレンジ、あんなねびっくりしました、ぴったりでした、あとねリザさん、リザさんって言ったあの服屋さんですね、私黄色いのが良かったんやけど、みんなあんまり顔せんだもんで、でもまあそんなことでね、あとブレジャーさん、ブレジャーのパン屋さん本当にね大好きです、大人気ですね、社長さんもねこの前ここにあのうまキッティクにも出演していただいたりとかねしてね、あとはデイリーさんやね、デイリーさん、靴のデイリーさん、靴紹介してもらいました、めっちゃくちゃ歩きやすいいい靴ちょっとゲットしましたし、あとねどこがありました、中野正吾商店さんのお母さん大好きです、素敵な方でしたよね、
はい、あのスーパーボールのくじ引きさせてもらいました。あれまだ持ってますよ、キラキラの入っとるやつ。私だけキラキラ入っとったんです。でね、あとはみすずさん、もう有名な旅館ですね。この前あの息子さんがうまきってくにも来ていただいて、プロが推薦する、プロが選ぶあの小宿100選の10選に入ってね、すごいんです、素晴らしいです。紀北町に来た時はぜひね行ってほしいかなと、泊まってほしいかなと思います。最後に三つ屋さんでしたけど、三つ屋さんもね素敵な浴衣をゲットしましたね、夏用にね。そんなことでね、ちょっとだけダイジェストワンで見たら、あら、なんか続き見たいなとか、あ、その前後見たいなとちょっと思ってくれたんじゃないかなと思います。あのね、まだ上がってないのもあるんやけど、 YouTube には順番に上げていってますので、その続き、その前とかその続きとか、ちょっとだけ見たらなんか見たくなるようなことないですか。なのでね、あのお店どんなんやったんやろう、最終的にはどうなんやろうっていうのが、気になる方はぜひね YouTube の方を見てほしいかなと思います。まだ上がっていないものもあるけど、まあほぼほぼ順番に上がってきていますので、そちらの方でね確認とか、お店のね電話番号見逃したわとか、場所見逃したわっていう方はちょっとね見てほしいかなと思います。そんなことでダイジェスト版、ね、今後ねあと2回にわたって、今まで行ったブラッと行こうかのダイジェスト版をあと2回にわたってね、放送していきたいなと思っています。熊野古道カードの説明もちょいちょいしながら、今まで行ったブラッと行こうかのダイジェスト版をねちょっと流していきたいかなと思います。それでねまたね YouTube の方見てもらえたらなってちょっと思うのでね、もちろんそうなんですけど、熊野古道カード皆さん作ってほしいなと思います。で、熊野古道カードの加盟店さんをずっと回っているのでね、ここにね熊野古道カードを作った上でそのお店に覗きに行ってほしいなと思います。そんなことでね、今日はダイジェスト版として9件紹介していきましたが、あと2回に分けていろいろ紹介していきたいな、今までの分をねちょっとまとめて見れるかなっていうところでね見てほしいかなと思います。それで興味持ってくれた YouTube の方でも見てほしいかなって思います。なのでね、まず熊野古道カードを作るっていうところから始めてほしいなと思います。そんなことでね、今日はねダイジェスト版としてお送りしましたが、またね第2回第3回ダイジェスト版があるのでね、それもお楽しみにしてくださいね。そんなことで今日はブラッと行こうか、ダイジェスト版ということでお送りしてきました。どうもありがとうございます。また来週。